ザイド、ブンアリーブヌル、フサインブンアリーブンアビーターリブザイド、ブンアリーは、アリーブンアビーターリブの彦、アリーの息子であるフサインの孫にあたる8世紀の人物である。父は、ザイヌル・アービディーンと呼ばれるアリーブンフサイン。西暦740年に、クーファで、ウマイヤ朝に対して放棄したが、同調者が少なく失敗し、殺された。ザイドの信奉者たちは、 後にザイド派を形成した。ザイドは、マディーナで生まれた。アブル・ファラジュ・イスファハーニーのマッコテル・アルタ・ラバイアンによると、ザイドは殺された時42歳であったというため、少年は698年頃と推定される。父親は、ザイヌル・アービディーンである。母親の名前は、はっきりわかっておらず、などと諸説がある。イブン・アブ・ドラッビフ、イスファハーニー、タバディーによると、 ザイドが、ヒシャアームブン・アブデルマリクと対面した際、ヒシャアームは、ザイドに、お前は、カリフの地位を欲しているそうだな。しかし、それは決して得られぬぞ。なぜならお前は、奴隷女の息子だからだと言ったという。なお、この時、ザイドは、神が、お自ら、その位を、自分の近くに引き寄せた預言者、ムハンマド以上に神に近い人間はいないと前置きした、上で、 ムハンマド以前に最も神の傍らまで寄れた預言者は、イシュマイルではないかと述べることで、これに答えた。そして、イシュマイルは奴隷女の息子で、その兄は自由身分の女の息子だったが、神がお選びになったのはイシュマイルだったと述べたという。イブンハルドゥーによると、ザイヌル・アービディーンが713年に亡くなると、ムハンマド・バーキルとザイドの兄弟は対立した。 ザイドの信奉者は、ザイドがイマームを引き継いだことを公的に宣言し、バーキルは公的に宣言することを望まなかったものとみなした。バーキルは父が自らイマームであることを宣言したことはなかったが、それでもなおイマームそのものであったではないかと、ザイドに反論した。最終的に多くの者がザイドを拒否したため、ザイドはアブーバクルとウマルのイマーマ継承を正当と認める。 宣言をした。厳格なシーア派は、これを拒絶するものである。ムフタールのランチン圧後のクーファでは、解散派所派が、まだ活動を続けていたが、それらも含めた親アリー勢力の人々の間では、アリーの後継者として、破産家の男子を押す声が高まっていた。ザイドは、そのような状況下のクーファを訴訟のために訪れた。そして、クーファの民の一部の指示を受けて、 ヒジュラ歴122年サファル月に放棄した。しかしながら、その動きは事前に、ウマイヤ朝のイラク総督の察知するところになり、放棄は数日のうちに鎮圧され、ザイドは捕らえられて処刑された。タバリーによると、ウマイヤ朝のカリフ、ヒシャームブン・アブデルマリクが治めていた時代の、クーファーにおいて、ザイドの遺体は掘り起こされて、首と胴体が別々に切り離された上、 はり付けにされた。そして、息子のヤフヤーが、ザイドの意志を継いだという。遺体の掘り起こしを命じたのは、イラク総督ユースフ、ブンウマルサカフィーである。ザイドの社会正義と公正の実現の呼びかけに応えず、ザイドを拒否した者たちを、ラーフィダという。ラーフィダは、ザイド派によるイマーム派の多少となった。十二イマーム派は、ザイドのイマーム継承を認めることはなく、 単に、うまい野鳥に対する、反乱者として扱う。十二イマーム派によると、ザイドは、クーファでジハードを起こそうとする前に、おいのジャーファルサーニクに許可を求めたところ、ジャーファルは次のように答えたという。ああ、おじどの、あなたが、キナサ、ママ、で殺され、張り付けにされたとしても、それは、あなたの問題です。また、ザイドがクーファに出発する際には、 おじの主張を耳にし、それに応答しない者にわいやれ。と言ったという。ファーティマスエにのみイマーマを認めるイスラーム教師ア派の、うち、アリーから受け継がれていったイマーマが、ザイドの兄のムハンマド及びその息子、ジャーファルに受け継がれたとする文派が12イマーム派などの、イマーム派であり、ザイドに受け継がれたとする文派が、ザイド派である。ザイド派は、ザイドブンアリーを、イマームザイドと呼ぶ。 イマームザイドは以下の遺産をその信奉者たちのために残した。ザイド、ブニアリーは生涯で3人の女性と結婚した。そのうちの2人の妻との間に合計4人の男子を儲けた。ライタビンとアビーハーシムとの間に、ヤフヤオ、ウンムアラドとの間に、イーサー、ムハンマド、フサインを儲けた。イーサーの息子、アフマドはザイド派のハディースを伝える。 伝承学者として知られる。なお、ツマライタは、イブンハナフィーヤの息子、アブーハーシムハナフィーヤの娘である。ありがとうございます。